何が効率がいいかっていうと、やっぱりエネルギー効率がいいってことですよね。速いスピードで、短いリカバリーで何本もいけるっていうのが一番やっぱりいいんですよ。シーズン中はそんな何本も行く必要なくて、オリンピックでは僕らの時は1次予選、2次予選、準決勝、決勝ということで、最高でも4本。で、日本選手権とかでもまあ3本走ればいいということなので、シーズン中は3本質のいい速さで走れて、で、それが一歩一歩速ければ、これ効率がいいってことなんですよね。だからそういう考えで、まあ1日1日の練習で、こういう練習したら体が最後まで持つというか元気で走れるとか、まあ、そういうテクニックであったり感覚っていうのを探っていくっていうそういう作業ですね。それは何でもそうです。走るのもそうだし、まあ、ウェイトトレーニングでもそうだし、エネルギー効率っていうお話の中でこれ僕らもリハビリする中で一番大事になってくるのが、まあ、可動域とかってことよりはエネルギー効率なのかなっていうふうにいつも思っていまして、要するにその効率が悪いことでどこかがこう バグってしまって怪我をするっていうような考え方を僕らもするんですけども、エネルギーの効率を上げるってことにあたっていろんな考え方があったと思うんですけども、今までどういうふうにですねこう考え方が変わって いってるのかっていうようなところを何かこう教えていただけたらなというふうに思うんですけども、いろんな局面があると思うんですけど、例えば 100m のレースでいうとこれはエネルギーの勝負だと思ってて、僕もまあ日本人の中では体型も恵まれてる方だと思うんですけど、やはりジャマイカ人とかアメリカ人のごついやつらに比べるとそもそも持ってるエネルギーがちっちゃいんですよ。そういう意味ではもうスタート失敗するともうそれだけでエネルギーをロスして後半全然戦えないんですよね。だからまあ僕が勝負するとすると本当にミスなく加速してミスなく予選準決勝に上がっていくっていうことをしないと彼らには太刀打ちできないという、まあ、そういうエネルギー効率っていう考え方が一つあります。今の選手がなんであんな速いかっていうと、ゼロからスタートダッシュですよね。スタートブロックから最高速まで持っていくそのスムーズさというか効率の良さが昔の選手と比べてダントツに上手ですよね。だから僕が今エネルギーが有り余ってた20代前半ぐらいの時、引退する頃のそういう考え方とか知識とかがあったら多分もっと楽に 100m 走れてたんじゃないかって思うんですよ。だそういう意味では技術的なことっていうのが一つ言えることです。で、練習のやり方もいろんなアプローチがあって、で世界でいろんな練習が流行ってて、でもちろんウェイトトレーニングもそうですし走るトレーニングとかもそうなんですけど、僕はもうありとあらゆることやりましたけど、結局はやっぱり質のいいトレーニングをたくさんできた人がやっぱ強いです。だからスレツグ選手がパリで200で銅メダル取った時っていうのはめちゃくちゃ速いスピードで、休みもレストもめちゃくちゃ短くてもう半端ない本数を冬場やってたんですよ。そういうことができるっていうことは強い証なんですよね。それがまあ年取ってくるとあんまり本数走れなくなるので、それをまあ体幹トレーニングとかウェイトトレーニングとか出力で埋めたり、力の漏れがないような技術を使うとか、